どうだ。なんと、まさかモンスターを従わせることができる人がいるなんて。実は入学式騒動の時から私の教育者の勘が言っているんですよね。あなたには調教師や猛獣使い的な素質があるのではないかと。しかし、まあ、どう見てもこのか弱さは猛獣使いで猛獣にパックリとやれてしまう。なんとかでしょうしないと。何ですって？モンスターを？お前、仕方ありませんね。いいでしょう。本当か？しかし闇の鏡に選ばれなかった。しかもモンスターの入学を許可するわけにはいきません。君についても元の世界へ戻るまでただ居候をさせるわけにはいかない。なんだ、ぬか喜びだぞ。まあ話は最後まで聞きなさい。あなたの魂を呼び寄せてしまったことに関しては闇の鏡を所有する学園にも責任の一端はある。とりあえず当面の宿についてはここを無料でご提供します。ですが衣食住については自分で支払っていただかねばなりません。手ぶらのあなたが差し出せるものと言ったら？そうだ、こうしましょう。そんなに身構えなくても、学内整備などの雑用をこなしてもらうだけです。あなたは見たところ掃除の腕はなかなかのようですし、ひとまず二人一組で雑用係はいかがです？そうすれば特別に学内に滞在することを許可して差し上げます。元の世界に帰るための情報集めや学習のために図書館の利用も許可しましょう。私優しいので。ただし仕事が終わってからですよ。そんなの嫌なんだぞ。俺様もあのかっけえ制服着て生徒になりたいんだぞ。不満ならば結構、また外に放り出すだけです。わかった、やればいいんだろ。やれば。よろしい。では二人とも明日からナイトレイブンカレッジの雑用係として励むように。